今一気に来てる理由が実は2つあってあると僕は思っていて、1つがこれは結構まあ震災が影響してると僕は思っていて、この設定自体がすごく合ってるんですよね。それ合ってるっていうのが、まあ設定で言うと、まあ、人間がいますよと。で、巨人が、未知の巨人がやってきましたと、敵として、日本人間を食べるものとして。で、それで対抗する手段として壁を作りましたと。で、その壁っていうのが、実はその当時、津波だったりとか、そういう大自然の脅威、地震とかっていうのを、多分ダイレクトにそれが主人公のとかやってくるような漫画とかって、やっぱ当時受け入れられなかったかもしれないんだけど、それを巨人ってものに置き換えて、あるいはファンタジーに置き換えてやってきますよと。で、それに抗う人間っていう、ところで多分共感というか、結構多くの人が、イメージできた、共感できたことかなっていうのがあるのと、もう一つは、実はこの壁を作ってますよと。で、巨人が来ない、これ入れないように。で、壁の中は平和なんですよ。それって多分原発も意味も含めて、ある意味、束の間の平和じゃないけれども、外は危険かもしれないけど、この中だけは、平和で。でもその平和ってすごく不安定な平和だっていうところを表してるっていう意味で、二重の側面ですごく当時というか、これ2009年スタートなので、まあ、そう震災の時ぐらいにすごくそういう、何ですかね、人々が思ってる、潜在的に思ってるものにこう響いたのかなっていう、共感したのかなってところはあるかなと思います。はい、で、プラスですね、去年ですか、去年の後半ぐらいに、まあ、アニメちょっと前なんですけど、アニメ始まってからすごいヒットしたのが、やっぱりこの作家さんってそんなに、まあ、新人さんっていうのもあって絵が上手い方ではなかったです。初めはスタートなので。なんだけど、アニメになると、まあ、絵がすごくよく綺麗になりましたよと。そして人気声優が結構入れましたということで、一気に女子層に広がったんですよ。まあ、それまでやっぱり巨人が人間食べるって描写って、やっぱ男の人は、まあ、ありでも、女性はやっぱりちょっとね、まあ、ちょっと怖いじゃないけど、そういうのあると思ってるんですが、まあ、そういうので人気がついたと。そしてなんかその、まあ、やはりリヴァイっていうキャラクターすごく女子人気なんですけど、いわゆる女子が好きな像があるんですよね、キャラクター像が。ちょっと時間ないから軽く言うと、その「幽遊白書」のっていう比叡みたいなね、多分ちょっとなるほどあるかもしれないですけど、まあ、来まそういうしたよ、感なんじかの来ました、先 生。そういう文脈があるので、はい、そういう意味だと本当に、まあ、いろんな多くの人にも受け入れられるような、その設定だったりとか、まあ、共感できるような土壌がありますよと。そして、そういうマニアというか、そう詳しい人からも受け入れられるものがあるっていうのと、あともう一個は、これ「ワンピース」も言われてるんだけど、ですけど、伏線張りがすごくいいんですよね。あの時見せたこれがここに来ますとか、そういう伏線張るっていうのは、実はそのすごく好きな人にとっては、その伏線考察っていうのが楽しみになるぐらい、漫画楽しめたりするので、そういうマニアな人も楽しめるし、さらっとこう見る人にとっても共感しやすいし、見れる、そういうのが多分ヒットにつながったのかなというふうにはすごく思いますね。